結構白髪です。はい、ヤフー YouTube どうも、のきです。さあ、今日はですね、ちょっとカットをする前なので、この白髪、結構ね、まあ、この辺とか特に多いんですけど、これを染めていこうと思います。で、まあ、市販のね、カラーリング剤で今櫛でやったりとか泡でやったりとかいろいろあると思うんですけども、一応今回はこう混ぜてハケでね、一個一個塗っていくパターンで塗っていきます。まあ、僕自分用にね、カラー剤を取ってるので、それで今日は塗っていこうと思います。で、まず用意するものですね。まず用意するものはタオル用意します。で、カラーするので手袋、カラーリングつかないように手袋ですね。で、これはまあ美容室とかである耳キャップですね。これなければ、昔一時期ね、ラップ、お家にあるラップあるじゃないですか。あれをこう耳の形に、こう耳の形にこう丸めて、こう穴にこう詰めながら作ってたっていうのもありました。で、あとはこういうダッカールですね、止めるやつ、ダッカールで、これはまあ保護クリームですね。保護クリームなんか多分どこでも売ってます。で、カラー塗る時のハケですね、ハケで、あとはカラー剤、これさえあればカラーリングは染まります。まず先にカラー剤混ぜちゃいます。はい、そしたら僕はまあタオルをね、ギュッとダッカールで止めちゃいます。そしたらまあ保護クリームね、若い子とかないでしょ、多分保護クリームすることって。ブリーチとかの子はあるかな。普通のナチュラルに染める人とかはあんまないと思います。白髪染めはね、濃いんでね、地肌に乗るのは仕方ないんですけど、要はこの肌の部分とかにね、あまりつかないように、このアウトラインは全部、要するに後で洗い流すので、ちょっと広めに塗ってあげる方がいいですね。はい、そしたら耳キャップつけます。はい、そしたら染める前にまずブロッキング分けていきます。ちょっと自分でやるとね、情けない感じになりますけど、今横と後ろ、まあ、ちょっとざっくりだけどね、今後ろはざっくり、後ろと横と上に僕は分けてます。で、なんでこれ上分けるか、4つとかじゃなくて上も分けるかっていうと、まあ後で分かるんですけど、カラーリング自分で塗るとき、皆さんここポイントなんですけど、おでこのここの角度がグッて入ってくるとこあるでしょ。ここってさ、染めてるときにちょっとなんか後ろにやらないと、こうなんか塗れなかったりとか、下に落ちてきちゃったりするじゃないですか。それをカバーするためにちょっと分けてます。この状態で一回後ろからゆっくり塗っていこうと思います。もちろん手袋しましょう。はい、で、みんなさん一番気になると思うので、まず生え際ですね。生え際、顔周り、特にこの 前の部分ね、生え際は気になると思うので、先にちょんと塗っていきます。で、僕の場合はちょっと中がこれ買ってあるので、中も先にちょっと多めに刈り上げの部分はね塗っちゃいますけど、あんまり量を取らないことですね、この時。もうなんかちょっと毛先につけて、塗ってあげる。で、これもちょっと毛先につけて、もう刈り上げ部分とかは全部塗っちゃって構わないので、ね、塗っちゃいます。で、そのままここのアウトライン、襟足のアウトライン部分も全部塗っちゃいます。こっちの逆サイドもアウトラインを塗っていきます。まず何はともあれ、アウトライン外側、ここが一番気になると思うので、一番気になるところにしっかり
塗っていきます。はい、で今後ろもね2つに分けてます。真ん中で取って分けました。でこの状態から下から塗っていきます。一線、まあ横にね床と平行にこう取ってもらって、根元をちょっとずつちょっとずつ取れる分で構わないんで、で上まで染めたら一回こっちも染めちゃいます。徐々に徐々に上に行くようにね、少しずつ少しずつ。これやるときに一番難しいのは後ろじゃないですか。後ろさえ終わればあと楽なんで。はい、で後ろが今ざっくりこう塗り終わったと下に行きましたと。したら1回だと塗りムラがあるので、この斜めのこの配置はあるじゃないですか。今さっき縦で取ったので、今度斜めでちょっと大雑把で大丈夫なので、逆サイドですね、逆サイドも縦でも縦で取ってチェック。はい、で後ろがねちょっと今塗り終わりました。こんな感じで、そしたらもう今度横に行っちゃいます。横、横はもうさっき下塗ったので、下塗りつつも後ろの髪の毛の塗りムラをカバーするために少しオーバーラップ、ちょっと後ろの髪の毛も足しながら斜めに取って後ろにね染めていきます。でここもピュッと斜めに取って染めます。まあ、斜めに取らないとこう下に落ちちゃうと髪の毛が顔に落ちてきやすいので、なるべく斜めに取って染めてください。はい、そしたら最後上なんですけど、まあ、上も分け目がある人はもちろん一番最初に根元を染めといた方がいいんですけど、分け目がない人とかは別にそんなに、まあ、気になる方は先に塗っといてあげても全然大丈夫です。分け目のところからね。でここから少しずつまた斜めに取って、でさっき後ろ塗ったじゃないですか、で前塗ったじゃないですか、でここをつなげるように前頭こうやって塗っていきます。オーバーラップですね。これも分け取って取ってあげたら、前で塗った部分とつなげるような、後ろをつなげるような形で塗っていきます。まあ、どれくらいのペースでやるかは人によると思うので、2ヶ月とか3ヶ月なのか、まあ、はたまた1ヶ月なのか分かんないですけど、まあ、その幅に応じて取ってあげると、塗ってあげるといいかな。後ろの方も、毛先の方はちょっと邪魔なんでね、シュッと伸ばしてあげて、塗ってあげる。こうすると、やっぱりこう落ちないので、髪が。で、ここからなんですけど、今度こっちやると思うと、僕右利きなんですよ。右利きの人は結構、逆サイドやるの難しいと思うので、この時はもうここからこのまま右側の流れ、染めやすい形でそのまま塗り進んでいって大丈夫です。別に真ん中からどっちかに分けなきゃいけないとかいうのはないです。そしたら横に取って、横というかこうまっすぐ取って、後ろの方からオーバーラップ気味で取りながら、後ろさっき塗ったところもうチェックしながら前に全部チェックします。まあね、最後はもう後ろに全部やって、
アウトラインとかをね、上に持ち上げてあげて、首につかないようにしてあげた状態。これで、まあ大体放置時間を置きます。これで、25分ぐらいかな。30分ぐらいか。置きます。で、自分でやるときは、まあ、例えば、まあ、サイドの一つだったりとか、まあ、後ろ一つ、ワンブロック、終わったら、必ず、鏡とか、合わせ鏡とかで見ながら、少しこう汚れがあるとちょっと取ってあげたりとかして次に進むっていう方法をやらないと、結構やっぱ白髪染めってつくと結構強いので、やっぱり白髪を染めるっていうだけあって、なので一個一個やってあげないとちょっとついて取れなかったりとかもする場合もあるので、そこはちょっと気をつけながらやってもらいたいなと思います。で、濡らしてカラー剤入れちゃダメなの、塗っちゃダメなのって言われるんですけど、別にダメじゃないですよ。要はシャンプーとかした後で濡れてる状態だと入ってくは入ってくんですけど、出てくのも早かったりするので、ちょっとしっかり時間を、普段のカラーリングを置く放置時間に比べると10分ぐらいは長めにした方がいいんですけど、基本的にカラーリング剤ってどのカラー剤もなんですけど、ブリーチってはまあちょっと別物だと考えてもらってもいいんですけど、基本30分以上、25分とか30分以上置いても薬の効果がもうそれ以上いかないんですよ。40分やれば、50分やればとか、長く長くやればそれだけ入ってくんでしょって言うんですけど、そんなこと全くなくて、基本的に市販のものとか特に髪が傷むだけなので、ちゃんと書かれてる放置時間を置けばもう入ります。っていうか、それ以上やると目的の色になりにくいです。それだったらちゃんとした放置時間で2回やった方がまだ綺麗に入りますよ。ダメージも少ないですし、25分から30分の間でもう流しますね。はい、ということで今30分ぐらい経ったんで、ここから1回流していきます。はい、今洗ってきましたね、この状態でももうしっかり染まってると思うので、一回乾かしていきます。またね、オイルつけるときは中間から毛先中心につけてあげてください。乾かします。ないでしょ、白髪がこれで染まりました。暑かった。はい、ではね、今日はね、まあ、セルフでねやる白髪染めのやり方というか順番を公開してきました。まあ普段やんないですけどね、セルフでは基本的に、まあ切る時に一緒にやってもらったりはするんですけど、今日は高校生以来、そんななる、でもそれくらいぶりに自分で染めました。もう美容師になってからは自分で染めるなんてことはまずなかったから、まあでも楽しかったですまあ基本的にやっぱり、まあ同じでしっかりと細かいセクションを取って塗っていくっていうことと、基本的に必ず2回塗ってチェックをしてあげるっていうのはすごい大事なことなので、ちょっと細かいですけど、ちょっとめんどくさい、もういいやとかっていうのを少し我慢して塗ればしっかりと全部染まるので、そのちょっとめんどくさいなっていう気持ちが次染めるまで染まってなかったなっていう気持ちでストレスになってしまうので、そこはちょっと我慢しましょう。まあ、最近はカラー専門店とかもありますし、まあセルフで染める方も少なくなってきてるとは思いますけど、まあどうしてもね緊急で染めなきゃいけないとかとかっていう時に少し役に立てばいいかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。